気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。タヌキ、何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら物のありか以外にも動物の意思もわかるんだ。渋谷ラブハチだよ。渋谷のマスコット。近所の家に何でも吸い込む大きな穴があるんだ。その穴のせいで自分の家に帰れないんだよ。何でも吸い込む穴がまるでブラックホールだな。ちょっと行ってみるか。え？吸い込まれたらどうすんだよ。心配すんな。俺が何とかしてやる。いいな。ほら、お腹減ってたのか。
随分と客が多いな。おい、霊を吸い込みやがった。あの穴があいつらまで引き寄せやがった。家の中がどうなっているか調べてみるか。障子の奥に何かいるぞ。何のいたずらだ。印を結んで炙り出すぞ。くそ、逃げたぞ。あの野郎は上に上がったぞ。出てきやがれ。いつまでかくれんぼする気だ。おい、力を使って居場所を特定しろ。やっと会えたな。
俺のもの。さあ、お前。偉そうに鏡の見物か。どうすればいい。人に行く前に自分で考えろ。
くやった。あとはあの野郎だな。ここにあるもの、すべて俺のもの。そう思って消えていきな、強欲野郎。戻れたな。俺の言った通り、なんとかなったろ。僕が体張ったんだけど。人間って死んでも欲に取りつかれるんだな。そういうやつは結局全てを失うがな。ひどいな。俺でも掃除したくなってくるよ。吸い込んで戻ってこなかったものはどこに行ったのかな。さあな、物が完全になくなるなんてことはない。どっかにこっそり戻ってきてんのかもな。やつもついにくたばった。じゃあ見ろ。